Thank you.
Thank you.
アピールするところなんだって思ったって聞かれて、私は居酒屋入る前のその秘書とかは嫌な自分のダメなところを言ってからいいところ言ってたの、自分のダメなところはこう話す、こうこうですってちょっと自由くねと言われて、でもここに入ったらこういうところを直していきたいし、私はこういうところがあるのでみたいな感じでした。そうです、新しいね、なんか
ね、はい、声を高くしていた理由が、まあ、ここになるんですけれども、はい、それでは川本さん、低音ボイスで、はい、この明治ロカゴーノの食レポやってくださいね。そう、ここで一個されるかということで、いただきます。おいしい、ね、カフェラテを今飲んでるんですが、はい、なんかさ、低糖質っていうの言ってたじゃない、あの動画でも。ちゃんと甘さはある。なんかさ、低糖質でさ、抑えすぎて味薄すぎて
ます。もしかしたらスタジオのどこかに私が連れてきちゃってるかもしれません。ペコさんだけじゃないの？誰かいるかもしれないの？もしかしたら連れてくるかもしれない。とりあえずよかった。目の前に普通 HBC の布団なんだよね。分かったよ。分かった分かった。あ、じゃあ、今日はあれでしょ？いわゆる毎年恒例になってるトルメザでやるお化け屋敷のことだよね。それを紹介してくれるんだよね。そうなんです。夏の定番ですね。お化け屋敷。
村上です。いやーなんか今土下座です。土下座頭の中が抜けてるわけ。ニコの肉球で生まれたら気持ちいいかもよ。はい、こういう Thank you.
ここでまたまた、昨日の木曜日メンバーから私たち電報が届いているようです。はい、上國料萌さんから来ています。この3人、はい、